衝撃的な昭和の家の秘密、知りたくありませんか？ねえねえマリサ、今の住宅ってかなり便利になってきたわね。そうだな、昭和時代なんかと比べると大違いだぞ。大違い？そんなに違ったかしら？ああ、驚くほど違うんだ。新しいものに慣れちゃったから、昭和の家に何があったか忘れてしまったわ。それじゃあ、今回は衝撃的すぎる昭和の家の特徴、これを7つ紹介していくぞ。特に最後は超懐かしいものだから楽しみにしてほしいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、ちゃぶ台を囲む生活、だぜ。ちゃぶ台って、あの低いテーブルのことね。そうだぜ。ちゃぶ台は、明治時代から昭和にかけて、日本の家庭でよく使われていたんだ。明治時代から？意外と歴史があるのね。ああ、もともとは武士の家でも使われてたと言われてるぜ。武士の家でも？なんでそんな低いテーブルが使われてたの？実は、ちゃぶ台は日本の畳文化にぴったりの家具だったんだ。床に座って食事するから、あの高さがちょうど良かったんだぜ。霊夢は立ってもちょうどいいんじゃないか。あんたの方が小さいでしょ。だけど、今はダイニングテーブルの方が広くて使いやすいじゃない？そりゃそうだな。でも、ちゃぶ台には、ちゃぶ台返し、なんて言葉もあるくらい、ドラマの中心だったんだぜ。ドラマって、ただひっくり返すだけじゃないの？それが昭和の家族のリアルな感情表現の一つだったらしいぞ。父親が怒ると、ちゃぶ台をひっくり返して家族に怒りをぶちまけることがあったんだ。それはすごいわね。今じゃただの家庭崩壊の元になりそうだけど。それもそうだな。ただ昭和時代の日本は家父長制が強く根付いていたから、家庭内で父親が最も権威を持つ存在だったんだぜ。だから、父親は頑固で理不尽、でも正義、みたいな家も中にはあったんだ。昔の怖いものって言ったら、地震雷火事親父。って言ったものね。今じゃ考えられない時代だわ。でも、ちゃぶ台は食事だけじゃなく、家庭内のコミュニケーションの場でもあったんだぜ。それってどういうこと？例えば、ちゃぶ台は食事の場だけでなく、子供たちの宿題や家族会議にも使われていたんだ。すべてがちゃぶ台の周りで行われていたんだぜ。なんか、万能すぎるテーブルね。でも今なら、もっと便利なテーブルがいっぱいあるわ。それは確かにな。でも、早稲田大学の研究でも、家族で一緒に食事をすることが子供の精神的な成長に良い影響を与えると言われているんだ。へぇ、ちゃんとした研究結果があるのね。でも、ちゃぶ台返しが精神的成長に良いかは別問題じゃない？それは間違いないぜ。ちゃぶ台返しはちょっと過激だな。だが、家族の絆を深める場としては、ちゃぶ台は重要だったんだ。昭和の家族って、何か特別な絆があったのかもね。ああ、テレビもない時代、ちゃぶ台を囲んで家族みんなが一緒に時間を過ごすのは、今じゃ考えられない贅沢だったかもな。でも、今の時代は SNS があるから、違った形でのコミュニケーションもあるわね。そうだな。でも、その分ちゃぶ台みたいに家族全員が一つの場所で顔を合わせる機会は少ないだろうぜ。生活リズムの違いとか、プライバシーの重視とかがあるものね。でも、ちゃぶ台返しは SNS でバズりそう。確かに、でも炎上も同時に起こりそうだぜ。それが昭和のリアルだな。家族の絆って、時代によって形が変わるのね。でも、ちゃぶ台の話はちょっと面白いわ。そうだろう？ちゃぶ台の歴史やエピソードには、まだまだ語りきれない魅力が詰まってるんだぜ。同じテーブルといっても、時代によって役割が違ってくることもあるのね。二つ目は和室だ。畳が敷かれた、日本独自の生活様式のことだな。和室って、最近の家には少なくなってるわよね。そうだな。和室は襖や障子、畳が特徴的で、日本の家の象徴みたいな存在だったんだぜ。でも、手入れが大変で、現代の家には少なくなってるんだ。確かに、襖や障子に穴を開けちゃったら直すのが大変だもの。その通りだぜ、霊夢。実際子供が遊んでいてぶつかったり、ベッドが引っかいたりしてすぐに破れちゃうって話はよくあるんだぜ。それ、うちの神社でも同じだわ。誰かさんが暴れるからすぐ破けるのよね。ああ、霊夢が寝相で障子にしょっちゅう穴開けてるよな。あんたのことよ、俺か。まあでも、和室には和室の良さがあるんだぜ。現代の家は壁に石膏ボード、床にフローリングを使うのが主流だが、昔の家の壁は土、床は畳や木材が使われていたんだぜ。へえ、昔の方が自然素材をたくさん使ってたのね。でも、それって何がいいの？土壁には調湿性や防火性、断熱性があったんだ。畳は湿気を吸ったり放出したりしてくれるし、木材は経年変化を楽しむことができたんだ。それは確かにいいわね。けど畳はダニが湧くのが怖いわ。
まあそうだな、畳は湿気を吸いやすいからな。でもそのおかげで畳は夏は涼しく、冬は暖かいという、自然のエアコンみたいな役割を果たしているんだぜ。へえ、そんな効果があったのね。和室には他にどんな特徴があるの？和室のもう一つの特徴は、部屋の区切り、だぜ。現代の家は壁や扉で部屋を区切るから、間取りを変えるのが難しいよな。けど昔の家は襖を使っていたから、簡単に部屋を広くしたり狭くしたりできたんだ。襖を外して大部屋にしたり、閉めて部屋数を増やしたり。確かに自由度が高いわね。いろいろな形を変えられるのはすごいわね。だろう。そして昔の家は障子で直射日光を和らげて、光の調整をしていたんだ。窓との距離があるから、適度な明るさを保ちながら、自然な光を取り入れていたんだぜ。なるほど、確かに自然な明るさはあるわね。でも、カーテンの方が手っ取り早くない？それはそうだが、カーテンより障子の方が断熱効果があるし、見た目も美しいんだぜ。あるテレビ番組でも紹介されてたけど、障子は日本家屋の美的要素として評価されてるんだ。確かに、障子ってちょっとオシャレよね。でも、破れやすいのが難点だわ。そこが悩みどころだな。でもその分、日本の家の特徴を感じられるという点では、和室は独特の魅力があるんだぜ。和室にはそんな背景があったのね。でも、私はやっぱり手間が少ない洋室の方がいいわ。いや、和室の方がそのままゴロゴロできるしいいと思うぜ。うん。みんなはどっちだと思う？気になるな。ぜひコメントで教えてくれると嬉しいぜ。三つ目は、和式トイレだぜ。和式トイレか。ちょっと懐かしいけど、あれって何かいいところがあるの？実は、和式トイレにはいろんな利点があるんだぜ。まず、衛生面で優れていたんだ。便座に直接座らないから、接触感染のリスクが低いんだ。それは確かに清潔ね。でも、使いにくいって思う人も多いんじゃない？ああ、特に長いスカートの時とかは不便だな。でも和式トイレには、しゃがむ姿勢が便秘解消に効果的だったり、足腰を鍛える効果もあるんだぜ。実際、骨盤底筋群の発達を促すから、尿漏れ予防にもなるって言われてるんだぜ。でも、それってあくまで健康な人の場合よね。高齢者や子供には大変そう。足も痺れちゃうわ。確かに、和式はそういう人にはちょっと厳しいかもな。霊夢はもう少し筋肉つけた方がいいと思うけどな。うるさいわね。そういえば、昔の家では組取り式もあったって聞いたことがあるわ。詳しくは知らないんだけど。組取り式便所は別名、ボットン便所、とも言われているんだぜ。このトイレは穴の開いた便器の下に便槽があって、定期的にバキュームカーっていう車が来て排泄物を汲み取っていたんだ。家の中が臭くなるのを防ぐために、便器に蓋をしたり排気口を設ける工夫もされていたんだぜ。それってなんか大変そうね。汲み取り式は、下がそのまま排泄物が溜まる便槽だったからな。穴が開いていて暗いし怖かったんだ。でも、そのおかげでトイレが怪談話の舞台になったりしたんだぜ。おかげって言っていいのかしら？便器の穴から手が出てくるとか、人が隠れてるとか、今でも語り継がれている怖い話の元になってるんだ。ちょっと怖いわ、トイレ行けなくなるじゃない。まあまあ、昔のトイレは暗くて狭かったしそういう雰囲気があったんだろうな。でも、和式トイレが普及した理由の一つに、狭いスペースでも設置できるって利点があったんだぜ。確かに、日本の家は狭いし、それは便利ね。でもやっぱり洋式トイレの方が使いやすいと思うわ。まあ実際昭和の人たちもそう思ったんだろうな。だからこそ、現代では洋式トイレが主流になっているんだ。でも、昭和の家では和式が標準だったからこそ、今の私たちが感じる懐かしさの一因にもなっているんだぜ。なるほど、和式トイレにはそんな歴史や文化が詰まっているのね。でもやっぱり私は洋式派だわ。それも一つの意見だな。でも、和式トイレの良さも知っておくと面白いだろう？それに、現代でも和風の旅館や神社、公衆トイレで見かけることがあるから、知っていると役立つこともあるぜ。人の座った便座に座りたくないっていう人や、和式の方が慣れていて使いやすいっていう人も一定数いるからな。なるほど、そういう意見もあるのね。その意見はコロナ禍を経験した今は、より納得はできるわね。四つ目は、縁側だ。家と外や部屋と部屋をつなぐ、あの長い廊下みたいな場所だな。縁側ってなんだかおばあちゃんが座ってるイメージだわ。確かにな。夏は涼を取り、冬は日向ぼっこを楽しむ場所だったんだ。近所の人と会話したりする社交の場でもあったんだぜ。なんだかのんびりした感じね。でも、それって今のマンションや一軒家にはあまりないものよね。そうだな、今の家はプライバシーが重視されているから、外から丸見えの縁側はあまりないんだ。確か、外にあるだけじゃなくて窓もついてるものもあるのよね。よく気づいたな、霊夢。実は、縁側には大きく分けて外にある、ぬれーん、と、窓がついている、クレーン、があるんだ。
なんだか興味深い名前ね。濡れ院は雨に濡れるからついた名前で、庭と家をつなぐ開放的なスペースだな。そしてクレインはガラスや木でできた雨戸で仕切られていて、風や雨を防ぎつつ日差しを取り入れることができるんだ。縁側ってちょっとおしゃれね。最近は古民家カフェとかでも見たりするものね。そうそう、縁側はプライバシーよりも開放感を大切にしてるんだ。庭の花や木々を見ながら、季節の変化を感じることができるのが魅力なんだぜ。それは魅力的ね。でも蚊とか虫がいそうなのがちょっと気になるわ。白霊神社の方が虫だらけだろ。だらけではないわ。まあ山も近いし仕方ないけどな。そして縁側は昔の日本の家には欠かせない存在だったんだ。どうしてそんなに重要だったの？縁側は家族や友人と過ごす憩いの場だったんだ。夏には風鈴を吊るして涼を感じたり、冬に日向ぼっこをしたり、秋には七輪でサンマを焼いたりな。それって、今のカフェテラスみたいな感じがするわね。まあ、そんな感じだな。ただし、無料で楽しめるんだぜ。無料は魅力的ね。でも、外から見えすぎるのがちょっと気になるわ。それもあるが、縁側は自然とのつながりを感じる場所でもあったんだぜ。例えば、庭の花を見たり、鳥の声を聞いたり、四季折々の変化を楽しむ場所でもあったんだ。なんだか詩的ね。でも、現代の価値観にはちょっと合わないのかな？そうかもな。最近はなかなか家で四季の変化を味わうのは難しくなってるしな。ただ最近の住宅設計には縁側が少ないんだが、それでもその昔ながらの魅力は再評価されているんだ。昔ながらの家をリノベーションして縁側を作り直す人も増えているらしいぜ。なるほどね。縁側ってただの廊下じゃなくて、いろんな使い方があったのね。ああ、例えば隣の家との距離が近い地域では、縁側で近所の人と会話したり、子供たちが遊んだりする光景が見られたんだぜ。ある意味、オープンなコミュニティの一部だったんだ。現代のプライバシー感覚とはちょっと違うのね。それは確かにそうだ。でも、縁側の魅力はそれだけじゃないんだぜ。家の中と外の境界を曖昧にすることで、空間の広がりを感じられるっていうメリットもあるんだ。しかも、暮れ縁ならガラス戸を閉めれば虫も入らないし、快適に過ごせるんだぜ。それなら安心ね。そして自然を感じながら過ごすことで、心が癒されるっていう研究結果もあるし、今の忙しい現代人にこそぴったりなんだぜ。なるほどね、リラックスできるなら試してみてもいいかも。私の家と大きくは変わらない気もするけど、改めて昔の日本の家の魅力を感じてみるのも悪くないわね。5つ目は、庭で作る野菜畑だぜ。昭和の家では、庭で野菜を育てるのが一般的だったんだ。家で野菜を育てるなんて、今じゃあんまり聞かないわね。そうだな、でも当時は自給自足の精神で新鮮な野菜を確保するために家庭で育てるのが普通だったんだ。なんでわざわざ自分で作ってたの？食料の供給が不安定な時代だったからだぜ。戦後の日本では食料が不足していて、家族のために自分たちで野菜を育てる必要があったんだ。なるほど、それで野菜を育ててたのね。でも、私ならそんな面倒なことしないわ。おいおい、霊夢、お前も少しは汗を流して働いた方がいいんじゃないか。働いてるわよ。野菜を育てるのは意外と楽しいんだぜ。でも、確かに収穫するのは楽しそうね。その通りだぜ。野菜を育てることで季節の変化を感じたり、収穫の喜びを味わうことができたんだ。特に、夏にはキュウリやトマト、秋にはサツマイモを収穫してたんだぜ。それって、まるで農家の仕事みたいね。学校から帰ったら家族で畑の手入れをすることもあったみたいだぞ。今の時代とは違うわね。まあ、ある意味そうだな。でも、当時の子供たちはこれが日常だったんだぜ。それに加えて、新鮮な野菜を食べられるっていうのも大きなメリットだったんだぜ。でも、スーパーがある今の時代には必要ないんじゃないの？まあ、そうかもしれないが、昭和の時代は、自分たちで育てた野菜を使った料理が家族の味だったんだ。しかも最近では、健康志向やエコ意識の高まりで、家庭菜園が再び注目されているんだぜ。それに2016年には、ガーデニングはストレスを軽減する。って、東京大学大学院農学生命科学研究科で明らかになってるんだ。そんな効果があるのね。自分で育てた野菜を食べるのってちょっとした贅沢だし、土や水、植物と触れ合うのはストレス解消にもなるかもね。そうだろう？それに、自分で育てた野菜の味は格別なんだぜ。スーパーで買うのとは違って、安心して食べられるしな。でもやっぱり手間がかかるんじゃないの？そりゃあ、多少は手間がかかるけど、その分の達成感はすごいんだぜ。家族で一緒に作業することで絆も深まるし、子供たちに自然の大切さを教えるいい機会にもなるんだ。なるほど、家族で一緒にやるっていうのはいいかもね。でも私は虫が嫌だし、毎日の世話なんて難しいわ。そこは大丈夫だぜ、霊夢。
最近のガーデニンググッズには、虫除けアイテムもたくさんあるし、虫が少ない植物を選べば安心して楽しめるんだ。それならちょっと試してみるのもいいかもしれないわ。でも手間がかからない程度にね。了解だぜ、霊夢。でも一度やってみると、ハマるかもしれないぞ。しかも、今の時代でも自分で野菜を育てることで、環境にも優しいし、生活に少しゆとりが生まれるんだ。なんか説得力があるわね。ちょっとやってみる気になってきたわ。でも、まずは簡単な野菜から始めることにするわ。それでいいと思うぜ。昭和の生活に思いを馳せながら、やってみても面白いかもな。6つ目は、手押し式の井戸ポンプだ。昭和の時代、特に水道が普及する前には、これが主な水の供給源だったんだ。井戸ポンプって、昔の映画で見たことあるわ。そうだな。実はこの手押し式ポンプ、昭和十数年頃から普及し始めたんだ。各家庭の台所や裏庭に設置されて、ガチャポン、という愛称で親しまれたんだぜ。ガチャポン、なんか可愛い名前ね。隣のトトロ、でメイとサツキがこの井戸で水を汲むシーンが有名だよな。だから、トトロの井戸ポンプ、なんて呼ばれることもあるんだぜ。なるほど、それで親しまれているのね。そうそう、でもその前にも手押し式ポンプの歴史は長いんだぜ。まず、大正時代から広島の津田式ポンプ製作所や名古屋の友江ポンプが作られ始めたんだ。ふむふむ。そして戦後に、東邦工業製の TB 式自在鋼友江ポンプが主流になったんだ。いろんな歴史があるのね。ああ、昭和30年代後半までは水道がまだ十分に普及していなくて、井戸が唯一の水の供給源だった家庭も多かったんだぜ。でも、どうやって井戸水を汲んでたの？手でポンプを押して、地下水を汲み上げるんだ。それが結構な力仕事でさ、毎日が筋トレみたいなもんだったそうだ。筋トレか。でもそれって、エクササイズのためにやってたわけじゃないものね。もちろんだぜ、水を得るための大事な作業だったんだ。当時の人たちは、井戸水を使って料理や洗濯、掃除をしてたんだからな。それって、毎日やるのは大変そう。まあ、確かに手で汲むのは大変だったけど、その分のメリットもあったんだぜ。例えば、井戸水は地下水だから夏でも冷たくて美味しい水が飲めたんだ。それはちょっと魅力的ね。それに、停電や災害時でも井戸があれば水を確保できたから安心だったんだ。水道が止まっても、井戸さえあれば日常生活に大きな影響はなかったんだぜ。そういうメリットがあったのね。でもやっぱり手で汲むのは疲れそうね。まあ、確かに手で汲むのは大変だ。でもその分、毎日の生活に感謝する気持ちが生まれるってもんだぜ。ちょっといい話に持っていくのはずるいわね。霊夢と違って日々感謝して生きてるからな。急に失礼ね。それでも、手押し式の井戸ポンプには昔の日本の風景が詰まってるんだ。それに井戸があると生活がより自立していたとも言えるんだぜ。水道料金もかからなかったし、何かあった時にも困らない。ただなのは惹かれるわね。だから最近では井戸も見直されていて、現代でも一部の地域では井戸が残っているんだ。そう考えると確かに便利かもしれないわね。そうだろう？ただ、今の時代には水道の方が圧倒的に便利だが、手押し式井戸ポンプには昔の生活の知恵と魅力が詰まっているんだぜ。そうね。現代の便利な生活もいいけど、時々こういう昔の知恵に触れるのも楽しいわ。最後の七つ目は、掘りごたつ、だぜ。掘りごたつは昭和の家では欠かせない冬の必需品だったんだ。今でもこたつを出すと、みんな集まってくるものね。そうそう、足を温めながら、家族全員で一つのテーブルを囲むんだ。しかも、掘りごたつは床が掘り込まれているから、普通のこたつより足が楽なんだぜ。最初に開発した人は楽したがりだったのかしら？霊夢みたいだよな。そんなことないわよ。でも開発理由は、割と霊夢が合ってるんだぜ。実は、掘りごたつを開発した人は、日本人じゃないんだ。え、そうなの？ああ、イギリス人陶芸家のバーナード・リーチっていう人と言われているんだぜ。しかも発明したきっかけというのが、星座が苦手だったかららしい。あらら。欧米化が進んだ時代の私たちもそこは納得ね。なんで掘りごたつがそんなに人気だったの？それは当時、エアコンやヒーターなんて贅沢なものがなかったからさ。掘りごたつは炭を使って温めていたから、電気代もかからなかったんだ。でも、火を使うのって危険じゃない？もちろん、だから火の管理はしっかりしてたぜ。ただ炭を使うからどうしても、一酸化炭素中毒の危険性はあったんだけどな。でも、実は掘りごたつには意外な機能があったんだぜ。え、どんな？実は、掘りごたつには、炉台、という部分があって、ここに炭を置いて暖を取るんだ。この炭の火は長時間持続して、しかも遠赤外線効果で体の芯まで温めてくれたんだぜ。なんか健康にも良さそうな感じがするわ。しかも最近の研究によると、炭の遠赤外線は免疫力を高める効果もあるって言うんだ。
それはちょっと試してみたいわね。でもちょっと手間がかかるんじゃない？確かに、炭を使うには少し手間がかかるけど、その分の価値はあったんだ。昭和の人たちは炭のぬくもりと、家族が一緒に過ごす時間を大事にしてたんだぜ。確かに、家族で団らんする時間って大切よね。テーブルを囲んでお茶を飲んだり、みかんを食べたり、まるで小さな集会場だったんだ。それってちょっとしたイベントみたいね。そうそう、そしてその集まりでみんながついやっちゃうことは何だと思う？え、何かしら？もちろん、みんなでうたた寝することだぜ。ちょっと、寝るために集まってたの。まあ、掘りごたつの暖かさがそうさせるんだよ。でも、寝てる間に風邪ひいたら意味ないわね。それも掘りごたつの思い出の一つさ。掘りごたつで風邪をひくのも、きっと昭和の冬の風物詩だったんだぜ。今はエアコンやヒーターで十分暖かいから、あまりないものね。掘りごたつのぬくもりと家族の団らんは特別だったんだぜ。なるほどね。昔の日本の家庭の風景が浮かんでくるわ。今の便利な家もいいけど、昭和の家にも今の時代に大事にしたいものが残ってるよな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。